本編番外編、G1 スタイルズがイグワールドオブタンクス、パート62。2020年、最初の番外編になります。なのでね、ここらで再度、この番外編シリーズの説明をね、少ししていこうと思います。さてさて、この番外編では、本編で僕になった試合や、本編にするにはパンチにかける試合、そこまでスコアは出せていないけど、見せ場がある試合などを、投稿させてもらっています。もともとは、本編として投稿している、G1 スタイルズが送るゆっくり実況ワールドオブタンクスシリーズの編集が追いつかない、投稿できない状況が続いた時にですね、簡易的な編集でも動画が見てみたいという声に応えて、この番外編は始まりました。それ以外にも、普段いいとこだけ、いい調子の時だけ投稿している本編とは違い、より失敗なども見られる普段の試合も投稿したら面白いかなと思いまして、番外編で投稿しております。編集は本編に比べて、簡易的です。いくつかパターンがありまして、全く実況も字幕もない、垂れ流しのバージョン。ゆっくりボイスが少なめの、控えめ実況。実況はなしで字幕だけでお送りする、字幕実況と、大体この3つが多いかな。別個で、雑談オンリーの時もあったりしますが。最近は本編の投稿も頻度が多く、本編自体がスコア控えめの試合が多くなっていることから、番外編の投稿頻度は、落ちてはいますが。次の本編の投稿まで時間をいただいてしまいそうな時は、これからも番外編シリーズを、投稿していきますのでね。ご興味ございましたら、本編ともども、ご覧いただければと思います。さて、ここからは字幕&控えめ実況で、一試合、お送りさせていただきたいと思います。では控えめにお送りします。乗っていく車両は本編293回でも登場しましたリンクス 6×6 です。でお仲間はイタリアンな車両に乗る山田さん。名人クラスさんもいるけどいないと思って結構です。試合スタート。マップは高速道路です。初動は南東に構える敵駆逐戦車、南を攻める敵が見れたらいいなということで、走り偵察をしていきます。ただこれ、見よう見真似でして、まだあまり試したことない偵察なので、失敗を覚悟で勉強のつもりで行ってきます。前にね、こんな感じですごくうまい軽戦車乗りの方がいたんですよね。だから見よう見真似で、どんなものかやってみます。バレたよ、うまくはいかないな。あ、よかった、一両くらい見つけたかったものでね。これで一度帰還します。危ない。これにバレたんだな。味方さん後頼みました。これはまだ勉強が必要ですね。反省を生かしたいと思います。双輪走行車は、後半でノーラ取りが生きてくる車両です。そのために邪魔になる敵軽戦車を、先に駆除しておきたいなと。北側が少し心配なのもありますし、一旦出直す意味でも、山田さんと合流します。ここで一度山田さんに状況説明を受けています。どうやら川沿いに軽戦車が潜んでいそうとのことです。私もなんとなく、川沿いにいるんだろうなと、ちょっと見に行ってこようと下がります。抵抗とした矢先に、まるっと見えてしまいましたね。
ここは軽戦車を潰すチャンスですし、北西の敵を挟み込めそうなので、軽戦車に突貫を仕掛けます。これで一度スポットを切り、北西の援護に向かいます。さあこれで西は落とし切りましたが、見事に南東が負けています。陣地占領でもしようと思いましたが、もう敵が戻ってきていました。しかしあれだけの敵が自陣に攻め込むと、守りきれません。ここはなんとか敵陣を占領することで、敵に何両か、戻ってきてもらいたいところです。そこで山田さんに敵陣を踏んでもらいます。ここで山田さんを守るため、SU101 を追いやろうとしたのですが、結果的に敵が戻ってくるのが早かったこともあり、なんだか意味不明な立ち回りになってしまいました。ここは反省点ですね。ある程度敵が戻ってきていますし、成果は十分そうなので、これにて一度撤退します。この時山田さんにも、もう十分なので引いて出直しましょうと言っていたのですが、聞こえていなかったのかどんくさかったのかわかりませんが、引き際を逃してしまったようでした。ここでなんとか山田さんの引くチャンスを作ろうと試みるのですが、一向に引く気配はなく。その間にも敵は続々と戻ってきており、これはもう見捨てるほかないかなぁと。そしてここで山田さんが撃沈。ご冥福をお祈りします。山田さんはたまに、周りが見えなくなることがあったり、話が耳に届かないことがあります。一つのことに目いっぱい動いてくれる優しい方なのですが、ちょっとここは、こだわりすぎちゃいましたね。まあしかしここで敵が市街地で見えていないようですし、全車両戻ったと言えそうです。市街地から少しずつ押し上げることで、挟み撃ちといきましょう。山田さんの死は無駄ではなかったと思いたい。ここは念のための確認も兼ねて見回っています。一両でも抜けて自陣まで来られ、占領をされては巻き返しが非常に困難なので、大丈夫そうですね。では味方と連携し敵を倒していきましょう。いいとこでチャリオティアが見えました。さて詰めましょう。多少ヘルスにも余裕がありますし、強く行きたいところです。あのプロジェクトと協力体制を作りたいかな？これはミス、先に出てしまった。しかしこれで敵は長い装填、畳みかけたいところです。
やりました。装輪装甲車は機動力を生かし、思い切った陣地転換が必要です。おそらく敵は、また装輪車が来たから攻めてきたら大変だと、用心していたことでしょう。今頃対応に来ましたが、すでに囲い込みが完成しつつあります。見事に敵戦力をいくつかに分散し、少数でも巻き返しに、成功しましたね。さて頃合いかな？正面で撃ち合う車両ではないので、前を張るのは味方に任せて、横を取りに行きます。あの駆逐戦車を落とせば、勝ち確定ですね。これでよし。正面を預け、横からの攻撃に成功です。この試合ではほぼそれを意識して立ち回りましたね。勝ちました。戦闘結果です。物足りない感じでしょ？試合結果も、試合の内容も少し薄口だったかな？これが番外編の試合動画になります。まあたまに、いい試合でいい成果でも、番外編にしちゃうことあるんだけどね。本編では扱わない、普段の平均的な感じの働きをね、投稿していくのが、この番外編シリーズ、T1 スタイルズガイクワールドオブタンクスになります。今回は新年一発目の番外編だから、少しだけ力を入れた編集でしたが、基本的には、本編を上げる余裕がない時や、本編で試合があぶれた時に、投稿させていただきます。今ちょっとね、まだ忙しくてですね、いい試合のストックを貯めていかないといけなかったり、それを編集していかなきゃいけなかったり、まだエンジンを温めている段階ですのでね、本編の動画投稿までは今しばらく、お時間をいただければと思います。以上、最後までご視聴、ありがとうございました。励みになりますので、コメント、チャンネル登録を、お待ちしております。ではでは。まったねー。